こんにちは、斉藤直樹です。今回は絵が上手くなりたいならここを意識してください、上達のポイント7選ということで、僕のチャンネルでは視聴者さんのイラストの添削をしているんですが、何度か添削しているとあるパターンが見つかることがあります。この作品も共通してこのポイントに気をつけて修正すればもっともっと良くなるな、これもだっていう感じでね、まあもちろんね、全部の添削を見ていただくのが一番ね、そのポイントをご自分のものにしていただくことができるので余すことなく吸収できていいと思うんですが、皆さんねきっと忙しいですよね。もう全部見ている暇なんてない。でも美味しいところだけできるならささっとお手軽に学べたらいいのにな、そんな風に思ってしまうこともあるかもしれません。あのね、そんなに都合のいい話ねあるんです。今回はそんな忙しくて時間のないあなたに代わって、僕が過去に添削した作品の中からここを意識すれば絵が上達するというポイントをギュギュッと7つに絞ってご紹介していこうと思います。この動画を見ていただければ、一生懸命描いてもどこに意識を配れば絵がうまく見えるのかもう全然わからん、そんなお悩みをぶっ潰してお手軽にサクッと上達のポイントを吸収して上達につなげていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。ピントが合っている。まず最初に紹介する上達のポイントなんですが、絵がいまいちうまく見えない原因っていくつかあるんですが、中でも重要なのは絵の見どころにピントが合っているかどうかっていう視点です。見どころからねピントが外れてしまっているとなんだかねぼやけた印象になってしまって、いまいちね見栄えがしない原因になってしまうんですよ。例えばこちらのイラスト、こちらのイラストは気まぐれ添削118で紹介したイラストなんですが、とてもかっこかわいい色使いですごく惹かれる印象の反面、細部のね描き込みが足りないせいもあって全体的にね少しピントがぼやけたような印象になってしまっていました。それを僕はこのように添削させていただきました。はい、どうでしょう。見比べるとピントがカチッと表情にあって、あ、ここを見ればいいのかってね、視点が泳がずに集中する感じがお分かりいただけたと思います。画面構成やポーズを変えたわけでもないのに印象がね変化しましたよね。これがピント合わせの効果です。すごいでしょう。同じくもう一作品、こちらの作品も淡い色使いが特徴的ですごくね可愛らしい印象に欠けてはいるんですが、少し描き込みが足りないせいでいまいちどこを見たらいいのかピントがずれてしまっている印象がありました。なので僕はこのように手を入れさせていただきました。こちらもポーズは全然変えていないんですが、どうでしょう。表情とそして何よりもツヤツヤした髪の毛の毛並みの美しさにピントがあって、作品の美しい印象が一層際立ったのがお分かりいただけるのではないでしょうか。特に注目してほしいのは目のハイライト、星の入れ方ですね。添削前は1個の星でしたが、添削後は2個入れました。このように狭い面積に明暗差をいくつか作るとより視線を集中させる効果があります。これはねぜひ覚えておいてください。光と影が意識されている。次に紹介する上達のポイントは光と影を意識するってことです。これねちょっと当たり前のようにも聞こえてしまうかもしれませんが、意外と意識できているようでできていない人が多いです。まあ、どういうことを言ってるかについてはね、実際の作品を見ていただくのが一番わかるでしょう。例えばこちらの作品です。こちらは気まぐれ添削114で取り上げた作品です。非常にね魅力的な表情が描けていて、色味も淡く美しいイラストなんですが、光を表現しようとするあまりキャラクター全体を明るく描いてしまっていて、影の意識が少し足りないバランスになってしまっていました。そこで僕はこのように影を描き入れました。見比べてみてください。添削後は髪の毛と首元のファー以外の明るさをぐっと1段階落として影に沈めてあります。そのおかげで白い光がより一層際立ってふわーっと発光したような見え方に変化したのがお分かりいただけるのではないでしょうか。このように光を表現するためには一方で影を意識してあげることが非常に重要です。影があるから光は輝きを増すことができるんです。さてこれは逆も同じことが言えます。影を際立たせるには光を追加しなければいけないっていうことですね。例えばこちらのイラストをご覧ください。こちらは気まぐれ添削116で取り上げました。すいません、今回紹介している気まぐれ添削メインチャンネルがねバンされたせいで消えてしまっている動画もいくつかあるんですが、順番に再アップしていくので少々お待ちくださいね。話を
を続けます。こちらの作品のかっこよさは逆光表現にあります。顔がね、全面暗く落ちていて、その中で鋭い目だけがキラッときらめきを放っている素晴らしい作品なんですが、影の表現を際立たせるための光の表現が足りていませんでした。なので僕はこうしました。どうでしょう、顔に落ちている影を強調するために上のね、頭の部分と、そして背景ですね、ここに明るい光を足しました。光を足すことによって顔に落ちている影が際立って、この人はどんな表情してるんだろうってね、目を凝らしてみるようにより一層興味をかきたてられる感じがアップした気がしませんか。このように光は影を、影は光を際立たせてくれます。一方を強調したい場合には逆の要素も同時に取り入れてあげること、ぜひ意識してみてください。枠にも工夫がある。さて次の上達ポイントなんですが、これはですね、非常に多くの人がこれをやってしまっているので、もしこのポイントを取り入れることができれば、周りの絵を描く人からは確実に一歩抜きんでた存在になれる、そんな上達ポイントです。こちらのイラストを見てください。こちらは気まぐれ添削123の作品ですね。夏の暑さを表す青、そしてレモンの酸っぱさの黄色の組み合わせがとても爽やかで素敵なイラストですよね。ですが背景を四角く囲っているせいもあって、絵の持つ弾けるような印象を四角い画面にグッと押し込めているような、そんな窮屈なね、ちょっともったいない感じもありました。それを僕はこのように変化させてみました。同じくね、白い枠で切り取っていることには変わりがないんですが、その白い枠を四角ではなくて絵のシチュエーションに関連が深そうな形に変更してみました。この絵の場合には夏の暑さを強調したいので、海の家の窓から外を見ているようなイメージですね。まあそれだけじゃなくてね、違う案としては、例えばカーテンがそよいでいるような窓辺の切り取り方にしてもいいですし、あるいはね、ちょっと発想を変えてレモン型にくり抜いても面白いかもしれません。いずれにしても単純に四角で囲ってしまうと少しつまらない印象に落ち着いてしまう場合が多いので、もしね、工夫が可能なのであればチャレンジしてみると、それだけで作品の持つ世界観を格段に広げることができちゃいますよ。色の比率に差をつける。さて次の上達ポイントなんですが、これはね、比較的取り入れるのが簡単です。画面の中の色の比率に差をつけるってことです。例えば大きく分けて赤、青、白の色が塗ってある画面があったとしたら、それらの比率を1:1:1、同じ比率にすればするほどその絵は落ち着いた、ちょっとね、つまらない印象になりがちです。例えばこちらのイラストも同じような問題点がありました。まあね、とは言ってもモチーフ自体は日本的なデザインや怪しいね、ちょっと妖怪的な雰囲気も相まってすごくね、魅力的で素敵なイラストではあるんですが、赤、青、白の色の比率にあまり差がついていなくて、ちょっと落ち着いた印象になってしまっていました。まあでも青の比率は絞れてはいるので、ここについてだけは印象的な感じがありますね。それ以外の比率がちょっと似通ってしまっている印象です。なので僕は思い切ってこんな割合にしてみました。画面をほとんど赤で構成して、白やグレーの面積を思い切って減らしてみました。こうすることによって画面全体を占めるそれぞれの色の割合に大きな差が生まれて、画面構成的なダイナミズムが生まれるので、キャラクターそのものにね、そこまで動きがない絵であっても、お、なんか面白い動きを感じるなってね、躍動感のある印象に変化させることができるんですよ。絵を描いているとついついね、安定を求めてしまって、各要素を1:1:1、同じ比率で同じ重さで扱ってしまうことがありますが、そこは思い切ってね、変化させた方が面白みのある画面作りができると思います。思い切ってチャレンジしてみてくださいね。絵に流れがある。さて次の上達ポイントは、絵に流れがあるかどうかというポイントです。例えばこちらのイラストを見てください。キャラクターもすごくよく描けていますし、エフェクトもね、かっこいいですよね。一見するとツッコミがないような完成度の高いイラストに見えますが、冷静に見てみると一瞬どこを見ていいのかちょっと迷ってしまうような視点の定まらなさがあるようにも感じました。なので僕はこのように添削させていただきました。まあいろいろな部分をね、変えてはいるんですが、ここでの一番のポイントは、背景の炎エフェクトに流れを追加したってことです。ほら、よく見てください。添削前はランダムに配置された炎エフェクトでしたが、添削後は掲げた左手を中心に炎が集中して集まっていく
ような、そういう流れを感じるように変化したと思います。この変化によって作品を見ている人の視点が手に集中するようになるので、どこを見ていいのか一瞬迷うような視点の定まらない感じを綺麗に払拭できたと思います。作品に流れを追加するメリットは視点をそこに集中させる効果だけではありません。例えばこちらのイラストもね、元からすごく完成度が高くて密度もしっかりと書き込まれていて、非常に隙のない高いレベルの作画が特徴的な作品でした。ただね、その隙のなさが原因でちょっとねピタッと時間が止まってしまったような、少し息苦しい感じを見ている人に与えてしまうような印象も同時にあったと思います。その息苦しさを流れを追加することによってある程度緩和することができます。はい、添削後につけた白くて細い曲線のエフェクトに注目してみてください。面積としてはね少ないですし、もうほんのちょっとした手数なんですが、これがあることによってほのかに香り立つ梅の花の香り、その場に流れるゆっくりとした時の流れを表現でき、今までピタッと時間が止まってしまっていたような少し窮屈な感じを払拭できたと思います。絵に流れを追加する手段、メリットはこのようにいろいろありますので、ぜひご自分の作品でも試してみてくださいね。絵の意図が分かりやすい。さて残り2つとなりました。絵の上達ポイント6つ目は、イラストの意図を分かりやすくする画面作りを意識するってことです。人間ってどうしても分からないものをつまらないと感じてしまう生き物なので、作品を見てね、描いているものを、あ、分かる分かるって思わせることは非常に重要です。例えばこちらのイラストは、これも非常に作画レベルが高くて、どこを撮っても文句なしの完成度でした。もうね、このままプロになってもおかしくない方なんですが、ご本人のコメントを聞いて、このイラストに描かれている少女は過去メガネをかけていて内気な性格だったけど、自分の殻を破って明るい性格に生まれ変わったという意図が含まれた作品だということが分かりました。なので僕はこのキャラクター性が分かりやすいようにこのように変更を加えました。後ろに書いてある青い人物が過去のこの少女なんですね。作品にコメントを添えたり、本人がその作品について説明を加えられるのであれば、今言ったような意図は見ている人にもしかしたら伝えられるかもしれませんが、作者が作品に対してコメントを加えられる機会はいつもあるとは限りません。なので女の子の過去を画面の中に同時に表現することによって、作者の言葉なしでも成立するように情報を追加しました。この調整はね、今とても簡単そうに説明しましたが、特に自分の作品についてこの調整を加えるのって結構難しいです。なぜかというと、自分が書きたいものと書いた方が伝わりやすくなるもの、これがねちょっとずれている場合が多いからですね。おそらくですね、この作品は作者さんめちゃめちゃ花が書きたかったんだと思うんですよ。なので頭の片隅では、あ、これ絶対メガネ書いた方が伝わりやすくなるだろうなとはどこかで思っていたと思うんです。でもね、絵を描く熱量が高ければ高いほど自分の書きたいものを優先してしまうということがねよくあります。そしてこの姿勢自体は決して悪いことではありません。だからこそ分かりやすさと書きたさのバランスを取るのは非常にね難しいんですよね。熱意があるクリエイターであればあるほど盲目的に突っ走って、最終的にね冷静に作品を眺めてみたら、あれ、ちょっと最初の意図とずれちゃったかも、分かりづらくなっちゃったかもしれないなとなる場合があります。そんな時はもう一度最初の制作意図に立ち返って、ちょっと面倒なんですがこのような調整を加えてみると、見栄えと伝わりやすさの両立ができていいと思います。思い切った構成。さて最後の上達ポイントを紹介します。これは一言で言うと、思い切った画面構成にするってことです。このイラストを見てください。背景は真っ赤、そして人物のポージングもこの時点でとてもダイナミックで思い切ったものに感じられると思います。迫力があるイラストですよね。ですが僕から見ると、正直もっと思い切ることができると感じました。そこで添削したのがこちらのイラストです。画面の構成も色の比率も先ほどと大しては変わりませんが、でも印象はグッと強くなったのがお分かりいただけると思います。理由はまさに思い切りです。添削前はキャラクターの色味が分かりやすいように、逆光とはいえ字の色が分かりやすいように明るめに着色されていましたが、添削後は思い切って黒の面積を多めに入れて迫力のある構成に振り切ってしまいました。確かにね、人間の見やすさは添削前の方があるかもしれませんが、生死を分かつ瞬間の緊迫感は添削後の方が際立った感じがしませんでしょうか。もう一つ別パターンとして、こちらのイラスト
ストを見てください。とても個性的でかっこいいキャラクターで、表情もねすごく魅力的に描かれているイラストなんですが、ただこちらのイラストも描いているキャラクターが個性的な割には画面全体の雰囲気として少しおとなしめな感じになってしまっている嫌いがありました。なので僕はこのように添削しました。このイラストの魅力は何と言ってもこのキャラクターのこの表情、そしてこのキャラクターの目だと感じましたので、キャラクターの表情を思い切ってアップにして構成を見直してみました。そしてタバコの煙なんですが、確かにね気体なので添削前のようにボケ足がついたブラシで描いた方が自然なのかもしれませんが、ボケ足を足してねここに必要以上に密度を集中させてしまうと、メインである表情以外の部分に必要以上に注目が注がれてしまいます。なのでここについては思い切っても嘘をついて、あえてボケ足のないシャープな塗り分けでタバコの煙をデザイン的に処理してしまいました。ほら見比べてみると、よりかっこよさにフォーカスできたような感じがしませんか。このように時と場合によっては少し嘘をついてでも自分が表現したい感覚を強調するためにどこかをね犠牲にしてでも思い切った構成にした方がいい場合もあります。そういう目線でご自分の作品を見てみるときっと新たな発見ができて、さらにレベルアップできるかもしれませんよ。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。今回は過去の気まぐれ添削でお伝えした内容をぐさっと横串で通して上達のポイントをお伝えしてきました。でもね、人によってはそれでもいくら練習してもうまくなんねえんだよ、なんでだよって思っている人もいるかもしれません。そういう人はですね、もしかしたら上達しづらくなってしまう癖を持っている可能性があります。そんな厄介な癖を紹介した動画、注意、上達するにはこの癖を直してくださいもおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。